どうもシンプルでカジュアルの夜です。おっし、今回もう電気4倍統一もう一回やります。嘘、もうやだ。いやちょっと前回の勝ちはね、あれあんま勝ちじゃないね。クソが、まあ、勝ちというか、まあ、勝ちは勝ちなんだけど、そこまで価値を見出せんかったっていうか、なんか内容に納得してないっていう自分がおって。あ、もうやかましいんで、はい、選出してください。でも選出決まったもん。確かに選出決まったもん。選出決まってる。この下のキャモメコアルヒは、まあ出さないですよね。え、キャモメコアルヒペリッパーの選出にはならん。ならないです、ならないです。持ち物がもう溢れるわ。頑丈でもないので。はいはいはい。まあペリッパー、うん、で、マンタイン、うん、ギャラドス、はい、もうこれしかないんで、うん、ただ見せますよ今回は。さあ、チョレオさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。なんか、電気技打ってきそうな服装してるけど、これ気のせいですかね。いや、大丈夫。相手には電気タイプいなかったから。そうですよね。そうです。メタグロス来ました。雷パンチ列で2019?絶対持ってる。絶対持ってる。大丈夫。大丈夫。このペリッパ耐える。はい。気合の助けなんで。うん。うん。下の2体、キャモメとコアルヒが、うん。絶対こいつら助けやんって思わせてるんで。うんうんうん。ペリッパへの、そうですね。まあ、キアのタスキは読まれないかなとは思います。なるほど。ああ、で、アメカのハイドロポンプで縛っていきたいなと思います。え、縛けるの、メタグロスは。縛けないっすね。ああ、ないっすね。ただ、まあ、追い風もしていきたいんですけど、バレットパンチあるとちょっと。確かにもう論外やもんね。論外なんで。オッケー、普通にあるよな。おお、ただ目がしてないぞ。目がしてなかったこれ落ちんじゃね。目がしてなかったら耐久あんまないんで、このメタグロスっていうのは。当てろよバカチンガ。当てた。これいけんじゃないの。アメカのハイドロポンプ相当耐力だぞ。ごめんね、うん、バカチンガって言って。ああ、バカチンのせいかもしれん。バカチンのせいかもしれん。いやー、これちょっと厳しいな。これはちょっと厳しいかもね。え、でもまだ満タインで。まあ、満タインはいるので。ギャラドス舐めんなって。まあ、ギャラドスいるんで。舐めんな、ギャラドス。ああ、ギャラドスいるんで。ただ威嚇じゃないんでね。そうね。うん、ただ威嚇を嫌って。絶対ギャラドス意識してね。うん、メガ進化してないですね。ただうちの自家城っすよ。自進化城のことですよ。うん、ああ、まずは満タインが出しますと。はいはいはい。翼負けてるんで。そうね。で、満タインがまあ、うん、電気半減の機能を持ってるため、はい、一発雷パンチは余裕で耐えるということですよね。そうね。ここは熱湯で即ノノミが今から発動しますからね。そういうことです。メタグロスを落としていきますけども、はい、何か考えてますね。何を考えてんのかな。考えたところで打つことはもう考えるしかないでしょ。目がするかせんかってことね。ああ、なるほど、なるほど。ギャラドスを意識するかどうか。そうね、ギャラドスはもう、うん、でもラスト一体どう考えてもギャラドスだけどね。そうなんですよね。あの性質からして、うん、いや、コアルヒキャモメじゃ2立て3立てはできないから。そうね、そうね。うん、あとなんかスワンナっていう謎のポケモン。あいつは何ですか。スワンナワンチャンあるよね。スワンナワンチャンあるかな。うん、あいつ何、なんか種族値の良さがわからん。種族値はさ、うん、それは弱はないけどね、うん、そしたらもうペリッパ使うしかない。まあ、ペリッパ使うしかない。役割がね、ないんだな。特性も良くないし、素早さも98だし。あれか、性質画面の時に冷静に考えたら3体に絞れる。3体に絞れますね。まあ、そりゃそうよな。さあ、ゴーカザルの色違い。ゴーカザルはピンク。ゴーカザルが来る理由がわからん。孫悟空みたい。孫悟空みたいね。ゴーカザルが雷パンチ覚え、あ、終わったわ。ちょっと無理、それはずるいわ。それ無理やろ。お前、なみんなそのギャラドス嫌いか。それはずるいわ。カプレヒレがめっちゃ重たいんかな。ああ、なるほど。相手のバーティー。あー、だからカミナリパンチを、うん、ああ、あるかもね。マジか、ずる。うわー、いや、ずるいわ。カミナリパンチ持ち2体は勝てんよ。むっちゃ山登り切ったかと思った今。うん、メタグロスさん、もう一段ありました。山隣の山やった。いや、きついな。俺たちが登っとったのは隣の山やったわ、うん、いや、景色がいいかと思ったのね。そびえ立つもう一つの壁。ちょっとこれ雷パンチはきついな。勝てるわけない。何回負けるってや。勝てるわけない。まあ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 、ありがとうございました。ありました。いや、もうコテンコテンコは言ったわ。いや、コテン、あ、始まっとんや。呼んでよ。コテンコテンコってか言ったわ。コテンコテンコの話は盛り上がらないかやろ。お前ねえ、確かに夕方6時からね、裸の天使様がね、あれやばいやろ、地上波に出るっていう。あれすごい。コテンコテンコめっちゃ好きやったわ。あ、マジ見とった。いや、俺確か歌もね、ちょっと歌えたけどね、もう覚え出せんわ。コテンコテンコ、コテンコテンコの歌めっちゃ特徴的やって。確かあれ継続の歌とかだよね。継続やったかな。いや、そこまで。そんな話じゃないでしょ。コテンコテンコ、コテンコテンコってそんな継続の話じゃないっけ。いや、さすがにそうやろ。うん、いや、ちょ、コテンコテンコの話。俺たちがあのマッチングするまでにしよう話とか言っとって。コテンコテンコ、え、おちこちんこは。
いや俺笑うの小学生ぐらい笑っちゃった小学生ぐらい笑っちゃったいやあれもさ、ぶら下げとるやん。で、しっかりと露出しとるやん。出とったっけ、やっぱり。出てないか、さすがに出てないか。パンツ履いてなかった。パンツ履いてたっけ。いや、ちょっと天使がパンツ履いてちょっともう言いとってだって、性質どうしよう。まあ、性質というか、いや、バルビーとやばいよ。バルビーは飛行タイプがあ、そうかそうか6体飛行タイプを出せるわけないか。絶対出せんし、だからギャンドスがメガ進化したら悪タイプ作るんで、タツノコールはちょっとやりづらいんじゃないかなと。確かに。まあ、満点から入りますね。ミラーコート全員入りますんで。そうね、先発はもうボルトロスでしょ。はい、うん、満点先発。これでもうこの試合最後にした。さあ K 君、対戦よろしくお願いします。お願いします。絶対に勝つこの試合。ミルタンクかい。ミルティーモス。ミルタンクかい。ミルティーモスだけど、これネットで焼いたら、うん、起点できる。あ、ドクドクとかしてくんのか。あ、ドクドクとかしてきそうやね。すげえ独特の顔してるわ。まずミルタンクから入ってくるのか。なるほどね。電磁波。ディンディン。電磁波ですか。あ、まあ電磁波はまあいいんじゃないですか。そうね、満タインに電磁波されたところで、うん、焼いてほしい。動いて、マジで焼いて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 。マジ、うん、こっちに味方してほしい。お前一回も焼いてないって最近。あ、でも結構入る、意外に入って。お前は焼けよ。ずっと焼いてない。お前マジで、お前ずっと焼いて入っちゃうんだよ。ほんとお前もう焼け。焼いてくれよ、ステルスロック。うわ、ちょっとめっちゃ起点作りされてる。やばい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 。嫌だ嫌だ嫌だ。ミルクンのみやっちゃう。お前はもう甘い。うーんと、マジで使えねえな。いや、使えねえとか言っちゃダメだ。大丈夫、満タインは使えるよ。うん、恩返し。ちゃんと殴る。うん、ちゃんと殴ってくる。うん、全然懐いてねえ。お前は動け。全然懐いてねえ。俺たちか。全然懐いてねえ。俺たちか。そんなに硬いわけない、満タインは。そうね、うん、タイプ1恩返しの方が絶対入るもんな、うんうん、なんだよこれなんだよこれ。まあまあまあ、ありがとう。焼いて焼いて焼いてよ。焼いてって、焼いてって。ただこれ HP 管理して、うん、そうそうそう、ボルトロス迎えて、ボルトロスの10万ボルトチェンジを耐えれるように HP は確保しておきたいから。確かに。ここ焼いてくれたら安心して羽休めできるだろうが。そう焼いて。よし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 。おっせえけど名前。あと一生羽休め。うん、あと一生羽休めで、もう火傷で死ぬことには。うん。で、これでかいけど、うん、でかいんやけども。いや、ミラーコートのタイミングで、うん、凍える風の方がいいっすかね。凍える風の方がいいかもしれんね。今回ボルトチェンジがされたらちょっと。そうね。うん。あんま良くないんで。そうねそうね。ステルスロック巻かれるのちょっとやっぱ嫌やね、水飛行統一。いやマジでいい。お前はちょっと頼むぜ。いや、いい、まあ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 。しびれの確率。オッケーオッケー。あと2回、あと2回、あと1回耐えるから。あと1回耐えるから。え、落ちそうや。あ、落ちんか。ギリギリ落ちんと思うけどね。満点頼む頼むって頼むって満点に頼むってお願いって。動いて。僕たち友達や。満点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 。よし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 。これでまあ即刻ののみで1回電気圧耐えるな。耐える耐える耐える。あわよくばもう耐えろ、ミルタンク。耐えるでしょ。よし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 よさせたけど全然いい、全然いい、うんうん、満タンで迎える、うん、いやこれなかなかない。オッケーオッケーオッケー、うん、この状況はなかなかないです。いやマジでいけるぞ、うん、頼む。で勝ちたい。ギャラドスに回して。ギャラドスに回したら最後の夏一回リューマできたら多分勝てる。ボルドス、オッケーオッケーオッケー。よし、5-0から始まって、うん、バッター6番から始まる、うん、ギャラドスに回して、うん、ここ凍える風じゃないね。あ、ここ凍える風やな。ミラーコートボルトチェンジャー逃げられた時がもう死ぬんで。そうね、羽休めできるようにね。うん、ここはもう凍える風です。動いてね、マジで。ジマボルト、これは耐える。ミラーコートの方が良かったなっていう感じだけど、まあそれはもう結果論だから。もう結果論だから仕方ない、みんな。よしよしよし、ダウン動いてね。動いて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 、よし当てて、よっしゃよしよしよし、よし、オッケー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 。相当でかい、相当でかい。これでペリッパーもギャラドスも上から動ける。うん、でギャラドスが積む暇が増えた。うんうん、そう高速移動さえなければって感じだけど、ないでしょう。高速移動っすか。高速移動はないかな。いや高速であるやったらもうダメ。スカーフは、スカーフ、いやスカーフってもうちょっと、ああそうやね、満タイも、そう満タイはもう、もう岩石封じ、もう5発ぐらい出るけど、うん、いやマジ頼む。オッケー。デリッパーで落として、デリッパー、そうやね、ギャラドスの先登り圏内には入ってないね。入ってないよね。スカーフはもうペリッパー、もうめっちゃ素早さ振ってる。頼む。
いやマジで、いやこれスカーフやめてくれ。スカーフの可能性あるか。いやスカーフやったきついな。スカーフのこと考えたらそっか、うん、いやでもボルトチェンジ考えたらミラーコート打てねえよ。うん、そうそうだそうだよそうだよそうだ。いやでもカプテテウがスカーフや。こいつ Z こいつ Z こいつ Z 頼むと信じる。マジハイドパンプ当てて。ハイドパンプ当ててない。ハイドパンプ当てたらもう飛ぶやろ。そうやね。マジ頼むマジ頼むお願い。よし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 よよし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 みんなの力みんなの力カップテテフ。うわ10万ボルトとか覚えてねえよなお前。マジで10万ボルトとか覚えてねえんだお前。あーなるほどね、カップテテフね。お前10万ボルトとか覚えてるのやめてくれよ。マジ頼むぞ。きち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 、お願いだよ。きちきちきち、ここはここはそうだな。ここはボルトじゃない。最後はオッケー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 。ペリパーやスカーフだな。スカーフだな。スカーフだな。え、ちょ待って、スカーフってやばくない。スカーフやったらそうね、サイコキネシス2発さえんやろ。もう飛行 Z 一撃で落とすしかない。うわぁ、いや、これ耐えるか。ギャラドス、まあ、耐えれる。そもそもサイコキネシス耐えるか。うん、滝登り、タイプ1の滝登りのアメカの 1.5 倍、ちょっと計算しますね、すいません。滝登り80のタイプ1の120で、さらに 1.5 倍。うん、180だ。うん、180で、飛行 Z が185やって気がするんだよな。Z が確か185。そうなんや。うん、確率が高い方。え、160か。だから滝登りの入る。滝登りの入るな。うん、よくわかるポケモン数学。滝登りの威力80はアメカにより 1.5 倍となり120。さらにタイプ1技なのでさらに 1.5 倍となり180。対してギャラドスの飛行 Z の技の威力は160。タイプ1技なので80がプラスされて240。何が言いたいかわかりますか。このバカどもは飛行 Z をタイプ1で計算しなかったのである。いやマジで、いやここも竜舞はできない。そうね、スカーフの可能性あるから。まず耐えることやな。耐えれるか。129。なんなら上取れ。いや取ってるわけね。うん、いやマジ。おっ、オッケー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 。メガと思ったか。メガと思ったね。オッケー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 。落とせ落とせる落とせる落とせる落とせ。アメカやったら落とせ。アメカのギャラドスの頼む、一撃に全てをかけろ。ちょ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 、お前は何のために生まれてきた。竜の舞やったか。うわ、竜の舞やったか。くぅくぅ勝てねえのか。勝てなかった。これはでもすごいいい試合やった。竜の舞でしたか。竜の舞やったね。持ち物の判断がちょっとできんかったね。いや難しいよ今のは。ボルトロスがスカーフじゃないと断定できたからって考えたら、カプテデフをスカーフと呼んで、うーうわー。いやでもスカーフやったら裏のギャラドスのこと考えたら最近で売ってなくね。あ、なるほど、ね、確かにギャラドスしか考えれんもんな、あの3体やったら。そう、俺らのパーティー見てキャノメなわけねえしな。焦った焦った焦った。マジで確かにそうかもしれない。確かにそうかもしれない。うーわうーわ。あー長この回戦終わった後のトークしっかり反省するっていうね。もう二度とせんのにもうちょっともう終わるわちょっともう長く負け、二動画中負けさしないや無理やろ。まあまあいい試合やったね。いやいい試合やった。うん、あれもうもういいもういい。はい。うん、満足は満足。満足やったね。面白かったからいいや。うん。はい。ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。マサムシポケモン新作どっち買おう。あんまシールドかな。あ、シールド。お前じゃあどっち買うと。俺はマシンガンかな。マシンガン。お前未来から来てね。